かずちゃんの言葉、気遣い、その一つ一つが俺のことを癒し、前に進む原動力となってくれます。なんかこう歩み寄ってもくれるし、違う意見の時はその違いすら楽しめる、すごいいいパートナーだなーってよく思います。最初は指揮しなくてもいいかって言ってたんですけど、まあ、今回お話し合って、なんかやっぱりちょっと気持ちが切り替わるというか、一段階気持ちが入るような、感覚はやっぱりあるんで、楽しみにですね、はい、ドキドキしてます。決めてないです、もうその時思ったことを言おうかなと思って、はい。私自身、結婚式ってすごいハードルが高いイメージがあって、こう自分たちでやるのって大変そうだなと思ってて、で多分そういう思い抱えた方々ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、今回アドバイスいただく形でおすすめを楽しませていただく感じなので、すっごい今緊張とかプレッシャーとか全くなく、ただただ楽しみなんですよね。ちょっと照れくさい気持ち楽しみですね。けんちゃんもどんな感じになってるのか、タキシード姿見たことないので楽しみです。やっぱり夜景がすごい綺麗じゃないですか、まあ、まだ明るいんでわかんないんですけど、僕夜景がすごい好きで、すごく楽しみにしてます。今回は都庁さんでまだね、誰も結婚式されたことがないというのを伺って、最上階からの景色最高ですよね。なんかテンション上がってます。かわいいすごい似合ってる。うん、かわいい。かわいいな、うん。かっこいいって言われるつもりで来たのに。いつもかっこいいって言われたいってね言ってるけど、いつもかわいいって言っちゃう。自分的にはこれでかっこいいと言わせようと思って。かっこいいかっこいい。もう楽しかったよ、待ってる。あ、本当？ずっと待ってるなと思ってた。かずちゃん、いつもありがとう。かわいい笑顔を見せてくれてありがとう。俺のくだらない話を聞いてくれてありがとう。おいしい料理を俺のことを考えて作ってくれてありがとう。俺の苦手を理解してくれてありがとう。かずちゃんの言葉、気遣い、その一つ一つが俺のことを癒し、前に進む原動力となってくれます。かずちゃんの笑顔のためなら何でもできる、心の底からそう思っています。俺には理想の夫婦がいます。それはうちの両親です。平和的で理知的で小さな幸せを大切にして、お互いを思いやり、いつも仲良く暮らしているかずちゃんと、そんな家庭を築きたいです。
よろしくお願いします。けんちゃんへ、いつも何気ない優しい言葉をかけてくれてありがとう。なんかいろいろたくさん褒めてくれてありがとう。どこかを目的地にし、せわしなく生きていたいはずなのに、突然足が動かなくなった瞬間がありました。そんな時、隣にいてくれたのがけんちゃんです。私はここにいていい、ここで休んでいていいと教えてくれました。あの時はたくさん泣いてごめんね。これからも不毛なようで不毛じゃない話をしましょう。私の大好きな時間、どうかけんちゃんとの日々がこれからも穏やかに輝かしく続きますように。高山のカップに。今ご自身のお名前をそれぞれ書いていただいています。ご覧ください。おめでとうございます。すごい幸せでした。始まるまで本当に楽しみで、で始まってからもずっと楽しかったですね。なんかこうちょっと明るい時間から始まって、で完全に日が落ちて、なんかずっと景色が綺麗だったんで、幸せ空間で結婚式させていただけて感謝の気持ちでいっぱいです。かずちゃんが可愛いっていうのを誰々も知ってるだろうと自分で思ってたんですけど、もうちょっと本当びっくりして、あ、ね、今まで見た中で一番可愛いと思って、ねえ、デビューでしょ。ファーストミートは、あの待ってる姿、ケンちゃんの待ってる姿が、あー、なんかこういうのだよな、ファーストミートってと思って、あの時ちょっと緊張した、ね、その感じとかも、空気感とかも、今振り返ると良かったなと思います。読み上げてたらなんかすごい泣きそうになっちゃって、あれやばい、このままのペースで読んだら泣いちゃうと思って、ちょっと詰まりながらになっちゃいましたけど、まあ自分の気持ちが伝わる文章にはできたかなって思ってます。ひかずちゃんからの手紙はすごく嬉しい言葉がいっぱい聞けて、心が温かくなりました。かずちゃんっぽい文章だなと思って、うん、はい、そういうのも込みで聞いてて、すごい楽しかったです。こう言うてもやっぱ伝えたいことって日々伝えられちゃうから、手紙を書く機会ってなかなかないなと思ってたところに、今回プログラムに入れていただけて、あんまり結局飾らない、手紙するほどではないかなって文章になっちゃったんですけど、でも本当に今書きたいことを書いたので、あ、でも最初にすごい思ったのが、私の書き出しと似てたんですよ。ああ、似てたね。そう、うん、ここリンクすることあるなと思ったかも。確かにね、うん、そこちょっと嬉しかったです。私卒業コンサートにも母に来てもらったんですけど、その時にはまあ、ちょっとステージから遠くの姿しか見てもらえなくて、せっかくドレス姿だから、こんなに綺麗にしてもらう機会ないから、お母さんに見てほしいなって思ってたんですよね。でも今日はすごい近くでお母さんにこのキラキラのドレス姿を見てもらえて、すごい嬉しかったなって。いや、やってよかったなって思いますね。すごく幸せだったんで、うん、はい、すごい、うん、楽しい楽しい楽しい時間でした。
We'll put up a fight.